川野田チャンネル。はい、どうも、あーどうも、あ、東京どうも、いやー、めっちゃね、ありがとうございます。ということで、びっくりマンですね。シリーズなんですね、ずっとね。なんか、結構、復刻とか、違うキャラクターとコラボみたいなやつとか、いっぱい出てますけど、36弾、ね、ついに、ずっと流れのね、やつが動き出したって感じなんですかね。買ってまいりました。ね、なんか最近スーパーであんまり売ってなくて、コンビニじゃないと売ってないみたいな感じがありまして、今日買ってきました。ただね、びっくりマンもね、俺が子供の時は30円だったんですけどね、やっぱ時代ですね。あ、でもここ最近ずっとか、98円なのはね。はい、ということで、3つ買いましたね。全部揃わないんですけども、今全33種類だって。しかもみんな光ってんだな。なんか、光ってないやつが出ないっていうね、感じになってるんでしょうね。開けてみましょうか。せっかくなんでね。はい。じゃん。あ、お菓子は相変わらずですね。ちょっと崩れてるけど。ね。ということで、懐かしい感じですね。まあ、しょっちゅう買ってるんでね。あんまり懐かしいって感じも、俺は、個人的にはあまりないんですけれども、いつもの感じですよね。はい。何これ。ブラックゼウス参戦って書いてるよ。ブラックゼウスってあのブラックゼウスなのかな。第3弾とか4弾くらい。ねえ。何弾だったっけ、もう忘れたけど。ねえ。シャーマンカーンの次かな。さあ、まあいいか。開けてみましょうか。どーん。何これ、カスだらけだし。ね。ちょっと粉のカスがすごいですけども。宇宙ステージン。ステーシンね、はい、掃除機を持ってます。ピントが合ってなかったですかな、合ってなかったですか。はい、こちらですね。ダン、何これ、どういうこと。この絵柄がさ、懐かしいよね。これなんか惑星のやつとか、これとか悪魔だったね、これとかもなんか知ってるぞ。でこれスーパーゼウスじゃん、これこの人関係ねえじゃん。どういうこと？あ、これ読まなきゃいけないのか。あ、でもこれ天使なんだね。うん。そういうことだそうです。ステーシン。ダジャレなんですか、これは。ね。はい。ちょっとよくわからないですけども。はい。じゃあ、次行きましょうか。ね。さあ。出るかな？なんかいいの。いいの出てほしい。はい。お菓子。ね。まずはお菓子ね。崩れてるお菓子。はい。ドン、来た！ドン、お、なこれ。かぶってない？かぶってんじゃない、お守りじゃない、レーダー探知ね。ちょっとピンと釣れてたかな。何これ、絵が一緒じゃん。あれ、でも文章は違うのか。あ、マークが違うのかな。あ、マーク一緒だよね。あ、これさ、これ昔と違うんだな。この絵柄で揃ったみたいなないのこれ。でもマーク一緒だから、ほら、天使お守りじゃない。すげえいい流れ来てる。ということは悪魔？悪魔かよ。どうなんでしょうね。俺はね、あの、箱があるじゃないですか。ビックリマンの箱。ね。あそこで、こう、ね、こう、なんつうんだろう、こう、ダブんないように、こう、何、三ついっぺんドーンって取ったわけじゃないんですよ。こう、取れるよ。ただね、そこのコンビ結構売れてて、もうスカスカだったんですよね。で、多分お店の人とかグッて前に寄せちゃうじゃないですか。あれやれ、あれやめると、あ、それやっちゃうと後ろの方から取らないと、て、あの、ヘッドが出ないのでみたいな。個人的なものですよ。本当に出るかどうか知らないですけど、なんか後ろの方のが出やすいかなっていう、なんかいつも思うんですけど、まあ真後ろじゃなくてね、いくつか後ろみたいな。どうなんでしょうかね。わかんないですけど。ていうか、なんか知らないけど33種類あるのに、これとこれが、天使お守りと来てるからね。どうなんでしょうかね。さあ、行きましょうか。はい。さあ、お菓子ね、お菓子。はい。なんか知らないけど、チョコレートが上に来てる。あ、カードがなくなってる。これか。さあ、行きますよ。ドン。なにこれ、気持ち悪い。なんか。塾補助。なんか時代かな。必勝。白いだるまですね。あ、これ、昔のあの、スケカクさんとかそういうやつ？何これ？勉強のやつ？これ。あ、やっぱりほら、この、
見たことある、天神なんとかみたいな。これな、何なんだろうな。あとこれお守りですね。はい、ちょっと全部光ってからね、なんかねよくわかんないですけども、とりあえずこちらの3枚が出ました。はい、なんか微妙ですかね。ということで、いやでもこんなもんだよ、3つって。ね、昔は俺の子供の頃流行ってた時は、もうほんと昔の話ばっかりしてすいません、申し訳ないですけど、俺が子供の時はもうすごいびっくりも流行ってたんで、1人3個までって決められてたんですよね。その感覚で3個しか買わなかった。まあ今1個高いから、これ300円だから、これ300円、うん、まあそんな感じです。また余裕があったら買います。ありがとうございました。あ、お菓子食べとく、いいか、はい、ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。